ただいま議長のお許しを賜りましたので、政治会を代表いたしまして、市長の所信に対する質問をさせていただきます。さて、年明けの日本経済は政権交代による期待と通称アベノミクスとも呼ばれる経済政策により経済指標の一つである日経の平均株価はリーマンショック前の価格まで回復しております。しかし経済の回復感としてはまだまだ私たちまで実感できる現状ではございません。かつて味わったバブル時代の反省も含め今後における安定した経済の確立という意味では安定した政治基盤としっかりとした金融政策ともう一つ国際社会に生き残るまた勝ち残る強い技術力が必要であると考えるところであります。かつての日本の高度成長時代ではイノベーションといわゆる技術革新がその下支えになっていたところから今回の経済回復の安定にも少なからず日本企業の強い技術力が必要でありその復活を期待するものであります。今回の国の大型補正についても強い日本経済力の復活に必要なものであり本市の3月補正についても単に工事等の発注にとどまらず市内企業の育成と高い技術力の助成に寄与することを期待するものであります。さて宮本市長におかれましては市長に就任されて以来2年が経過いたしました。施政方針にあったようにその間その基本姿勢として本市の財産はまず地域を良くしたい町を良くしたいという強い思いのお持ちの市民の皆様一人一人であることその市民の知恵と力を結集し将来にわたって住みやすいと実感できる新しい森山未来の森山を作っていくこととしこれを実現するため住みやすさと活力のある町づくりのために邁進してこられました。例えば中心市街地活性化基本計画に沿った中で森山小学校幼稚園の建て替えまた宇野ケア天ヶ池プラザを完成し今後は駅前の民間有給資産の検討と活用について具体的に進めていくことなど積極的な攻めの姿勢で取り組んでこられました。また福祉保健分野では健やかまちづくり行動計画を定める中昨年からは健やかチャレンジや生き生きポイント制度を開始するなど市民の健康意識の助成と問題解決に取り組まれてきたことについて高い評価をいたすものでございます。さらなる ご活躍を期待するもので政治会といたしましても今後の森山市のために積極的に課題解決に取り組み今後もぜぜひひの姿勢でしっかりと市政運営に対して応援してまいりたいと存じます。それではまず第1点目、平成25年度の重点施策のうち森山まるごと活性化の展開について質問をいたします。市長がこれまで活力のある町を目指してこられ
国から本市の職員として来られていた時からも、まずは駅前周辺の中心市街地を対象にハードソフトの両面から活性化に取り組んでこられました。これは本市の商店街の現状は、かつてはにぎわっていた駅前商店街の形はなく、郊外型の大規模商業施設や後継者問題からシャッター通りとなり、駅前は通勤のための一つの通過点となっていました。このため、新たな街づくりとして、このドーナツ型した森山に新たな活気と希望を創造するために、中心市街地活性化事業を提案されたと考えております。その活性化事業を推し進めることにより、単に市街地の活性化を推し進むのではなく、周りの調整区域の地域の活性化を導き、推し進めることの考えをお持ちでありました。現に駅前は活性化事業の呼び水からか、新たな人口流入と必要な商店街の動きも見えてきたと考えるところであります。この度、新たに丸ごと活性化の考え方を示されたわけでございますが、これまでの中心市街地活性化の考えをどのように整理された中での提案されたのか、またどのようにつながるのかをご質問いたします。またこの丸ごと活性化の展開を人口の二極化への対応、地域資源の有効活用、インフラの整備、産業の活性化の課題を挙げられる中、新たに推し進めることとされておりますが、地域面積が 55.73 キロ平米と比較的狭い本市にあって、地域の特色をどのように生かしていくのかをご質問いたします。次に二つ目は、元気な森山っ子を育む子育て教育の充実のうち、子育て支援の推進であります。本市は日本全体が人口減少化傾向にある中、人口の増加が見込める数少ない市であります。それは京阪神の大都市への通勤が可能な立地条件と交通網の整備により、住みやすい町として働き、子どもを育てる環境が整っているからではないでしょうか。そのことから、今後においても多くの若い世代の転入と生まれてくる子どもたちへの環境整備が必要な課題でもあります。今回25年度予算に対する会派の要望においては、特に待機児童対策について要望させていただきましたが、今後の子育て支援全体について森山市の状況はどのように把握されているのか、次の点からお伺いをいたします。まず子育て支援について、森山市では古くは平成11年に策定された森山っ子ほへみプランから、平成17年に次世代育成支援対策地域行動計画の前期計画から、平成22年3月には目標年次を平成26年とする後期計画に変遷しております。今回平成27年度から始まる次期の子ども子育て支援事業策定、事業計画策定の検討を始められようとされております。
このことについてはまずは現後期計画の目標指数とその状況について後期の3年が経過してした時点でその結果をどのように考え次期計画策定に生かしていくのかお伺いをいたします。次に3点目は老いも若きも身近に活動できる文化スポーツの振興のうち市民運動公園セントラルパーク化であります。市民運動公園のセントラルパーク化は市長のマニフェストであり市民の期待するところでもあります。このことについてはこれまでの構想検討から引き継いだ中で平成25年度は基本設計に取り組むとされております。しかしすでに市民体育館については改築を実施されまた農業トレーニングセンターにおいては多目的体育館として新たに設置が出来上がっております。さらに野球場についてはこの3月補正で国の大型補正を活用した中で改修が進められようとしております。先般実施された森山中学校の校舎改築事業のコンペにおいても各提案者からはその立地条件から運動公園の活用を意識した提案もあったと考えます。今回の基本設計を実施するにあたってはいかに現有史跡を効果的に活用できるのかまた市民にとって誰もが集まりやすい気軽に利用でき心休まる公園とすることが重要と考えるがいかにお考えでしょうか。また基本計画策定にあたってセントラルパーク化という言葉についてどのようなお考えをお持ちかお伺いをいたします。次に4点目は立東市との協議が整ったことから都市計画道路大門野尻について野尻線についてお伺いをいたします。ご承知のようにこの道路が計画決定されたのが昭和47年6月ですでに40年が経過しております。この間本市の南部市街地の将来展望を目指して地元古高町は工業団地を誘致しました。また東南部に位置する伊勢町は第一期の土地区画整理事業をさらにその後地権者の理解を得て平成5年から7年間を要し第二期土地区画整理を完成されました。地域の皆さんは大門野尻線道路が早期に着手され開始することで地域の活性化し地域が活性化し素晴らしい街づくりができるものと待ち望んでおられますがまだまだ時間を要する現状であります。この事業については立東市と本市が積極的に推進しなければ進まない事業であり今一つ立東市との広域行政協議会の機能が今日まで生かされていなかったのではないかと思えてなりません。本組織の趣旨は隣接する両市の広域行政の諸問題を調査研究し地方自治の発展に寄与することが目的とすることであれば年に1回の協議会はなかなか協議会ではなかなか事業は進展しないがしないのが現実ではないでしょうか。過去の広域行政協議会の
議事録を見ますと、平成11年に当時の栗東町側の事業報告では、12年度に下曲千代線から二町播磨田線までの区間の概略設計事業を実施する。さらに、測量概略設計などについて、両行政側から地元自治会に説明するとの議事録があります。いずれにいたしましても、本市の南部市街地の道路アクセス強化のため、早期の事業着手を望むところですが、市長の所信で述べられております大門の事前についての栗東市との協議が整ったことについて、何点かをお尋ねをいたします。まず一つ目、栗東市との協議の内容についてはどうであったのか。また二つ目、概略設計区間とその時期。さらに三つ目は事業認可申請時期について。また四つ目は事業着手予定、開通予定などについてお伺いをいたします。次に五点目は、昨年12月から実施されている地域交通についてお伺いをいたします。地域交通については、既存バス路線の充実を基本とし、路線バスの増便並びにルート変更をすることで、最も利便性が高く利用しやすい公共交通にするため、3回の地域交通会議のさまざまな意見を参考に、また交通事業者の理解のもとに、昨年12月から路線バスのルート変更が実施されて、3ヶ月が経過いたしましたが、バス利用者は増えたのでしょうか。また、停留所に周辺地域からの乗り継ぎができる環境づくりとして、駐輪場を設置されましたが、その利用状況はどうなっているのか。さらに、JR のダイヤ改正に合わせて、小名線の最終バスを23時まで延ばす社会実験調査を事業者が3ヶ月間行うとされておりますが、そのどういった手法で実施されるのかをお伺いをいたします。また、デマンド型乗り合いタクシー、モーリーカーについても、目的地が病院、公共施設に限定されていたのが、新年度より地区会館、病院からの帰宅時の対応など改善がなされようとされておりますが、開業医への利用や大型ショッピングセンターへの検討はどうであったのか。もともと障害者、高齢者で運転免許証を持たない交通弱者の移動手段を支援するための事業であることから、今後も利用者の意見をお聞きする中、改善すべきところは十分検討し、対応しなければならないと思いますが、市長のお考えをお伺いして、以上5点、静止会を代表しての市長にお伺いをし、質問を終わらせていたします。ありがとうございました。はい、市長。
それでは、政治会を代表されましての高田議員のご質問にお答えを申し上げます。まずお答えに入ります前に、議員から私の選運営に対しまして評価のお言葉を賜りましたことに御礼を申し上げます。今後とも議員また議会のご協力を賜ります中、住みやすさと活力の2つを兼ね備えた住みやすさ日本一が実感できる盛山を目指しまして取り組みを進めてまいりますので、今後ともご支援のほどよろしくお願いを申し上げます。それでは質問へのご回答をさせていただきます。1点目、盛山丸ごと活性化の転換についてのご質問にお答えを申し上げます。まず中心市街地活性化につきましては、絆と活力ある共生都市の創造を基本理念と定めます中、歴史資源、自然資源を生かした活性化を図るとともに、街並みの整備による魅力向上、そして人と人の絆の強化、これを目的にハード、ソフト両面からの整備を行ってきたところでございます。この取り組みによりまして、盛山小学校の改築、円窓公園や天ヶ池プラザの整備を進めさせていただきまして、市民の皆様からは盛山のシンボルとなる街並みができた、住環境や教育環境が良くなったとの高い評価をいただいているところでございます。中心市街地活性化につきましては、都市間競争の中で駅前周辺が活性化しなければ地域全体の活力が失われる、こういった観点からまずは駅前周辺の活性化に取り組むことが必要であるという認識のもと進めたものでございます。本市におけます人口の二極化の進展等を踏まえまして、本市全域の活性化が必要であると考えておりまして、平成25年度から中心市街地活性化の考え方を全市的に展開をいたしまして、歴史資源や自然資源を生かした活性化を図る、街並みを整備することで魅力の向上を図る、人と人の絆を強化する、こういった基本的な考え方に基づきまして盛山丸ごとの活性化に取り組んでまいりたいと考えております。本市の地域資源といたしましては、例えば諏訪屋敷や伊勢下野遺跡、大川大海妙蓮、さらには、金ヶ森御坊、さらには源頼朝が植えたと言われます藤の木のあります瑞穂の観音寺、一休禅師ゆかりの神馬町の松林寺、また下仁川神社等の素晴らしい自然資源、また歴史資源があるものと認識をしておりまして、これらの地域資源を生かした活性化につきまして地域の皆様方としっかり議論する中、まずは盛山丸ごと活性化プランを定めてまいりたいと考えております。次に高田議員ご質問2点目の、元気な盛山子を育む子育て教育の充実のうち子育て支援の推進についてお答えを申し上げます。国におきましては、これまですべての子どもが健やかに育つことを目指して平成6年にエンゼルプランの策定をはじめ、平成15年には次世代育成支援対策推進法を、さらには平成24年8月に子ども子育て支援法を含みます、3法の公布がなされたところでございます。本市といたしましては、こうした国の動きに合わせまして子育て支援総合計画として平成22年度から次世代育成支援対策地域行動計画の後期計画に基づきまして、市民が安心して子どもを産み育てられる環境整備の指針として現在取り組んでいるところでございます。それでは議員ご質問の、次世代育成支援対策地域行動計画に係る後期計画の目標数値と3年を経過した状況からの考え、また次期計画にどのように生かすかについてのご質問にお答えを申し上げます。後期計画では10項目の目標を定めております。1つには通常保育事業、2つには延長保育事業、3つには夜間保育事業、4つには休日保育事業、5つには病児・病後児保育事業、6つには一時保育事業、7つ目は放課後児童健全育成事業、8つ目にはファミリーサポート事業、9つ目にショートステイ事業で、10個目に地域子育て支援拠点事業、この10
項目の目標を定めております。そのうち7項目につきましては現段階において目標を達成している状況でございます。主な達成項目につきましては、通常保育事業として計画時保育所等の定員を1700人に拡大することを目標としておりましたが、森の風子ども園の誘致や公立子ども園の増改築、分園の設置並びに保育ママ事業の展開など、これまで定員の拡大を図ります中で現在1705名となっております。また放課後児童健全育成事業、いわゆる児童クラブでは10カ所の目標としておりましたが、中洲児童クラブ、カナリア第三クラブ、マホロバ児童クラブの開設によりまして現在12カ所で実施をしております。また3つの未達成項目につきましては、まず一般保育所における延長保育事業につきましては全園を目標としたところでございますが、現在12園中9園で実施となっております。また2つ目の一時保育事業では4カ所の目標が、法人園における子ども園への移行や待機児童解消に向けた定員拡大を優先する中で現在2カ所で実施をしているところでございます。3つ目の母子家庭等が病気や育児不安等の要因によります身体的精神的な負担を軽減するため、児童養護施設等で一時的に子どもを預かるショートステージ業につきましては1カ所の目標でございますが、虐待等の恐れがあるケースにおいては児童相談所の一時保護所により対応しているところでございます。これらのことを踏まえまして、保護者のニーズの高いものにつきましては現段階においておおむね達成しているものと考えているところでございます。さらに来年度から取り組んでまいります、市の子ども・子育て支援計画の策定におきましては現在取り組んでおります次世代育成支援対策地域行動計画における後期計画の達成結果を踏まえます中で、新たにニーズ調査を実施をいたしまして、それらを踏まえて計画を策定してまいりたいと考えております。次に議員ご質問3点目の、市民運動公園のセントラルパーク化についてお答えを申し上げます。市民運動公園の再整備にあたりましては、ニューヨークのセントラルパークのような水も緑もあり、そして多くの市民が憩い散策ができ、またスポーツなどもできる公園にしたいという思いで、私はセントラルパーク化をしたいと、これを目指していきたいと申し上げてきたところでございます。さて運動公園につきましては昭和56年に開催されました琵琶湖国体の会場として使用強要され共用開始され今日に至っておりますが、経年劣化等によります施設の老朽化や市民ニーズの変化への対応が必要となっておりまして、今日まで市民体育館等の改修に取り組んできたところでございます。また野外ステージや休養広場、交通公園等の利用率の低い施設をどうするかや、園路が公園を二分して使いづらい状況となっていることへの対応、さらには市民ホールを含めた駐車場対策が大きな課題となっていることからも、公園全体の再整備に向け検討を進めることとしたところでございます。体育協会や専門家等から構成しました市民運動公園再整備基本構想策定検討会議を昨年の10月から3回開催したところでございまして、基本構想案をお取りまとめをいただいたところでございます。今後はパブリックコメントの手続きを経まして、基本構想を定め基本設計に取り組んでまいりたいと考えております。基本設計を実施するにあたりましては、市民が憩い集い散策スポーツができ、教育文化の創造や市民の健康増進に寄与する公園に再編することを目指すべき方針として掲げたいというふうに考えておりまして、議員仰せのとおり市民にとって誰もが集まりやすい気軽に利用でき心休まる公園とすることが重要であると認識をしております。また景色を楽しめる開放的なユニバーサルデザインに配慮したスポーツ健康づくりに親しめる空間を分かりやすい施設配置により実現できますよう、現在利用率の低い野外ステージや休養広場、交通公園使いづらい園路等を見直しまして、
さらには蛍の森資料館、ソフトボール場、スポーツ広場等現有施設をできるだけ生かした基本設計となりますよう取り組んでまいりたいと考えております。なおテニスコートにつきましては蛍の生息に配慮した中で冬場やナイターも使用できますよう位置を変えまして新たに土地を確保する中で整備に取り組みたいと考えております。この市民運動公園の再整備によりまして公園内には四季が感じられる樹木等を配置し湖南街道沿いには水と緑のプロムナードを配置して森山中学校、立命館森山中高、森山市民ホールが一体となった街路景観が創出できるよう取り組んでまいります。また公園内部への見通しを良くするなどオープンな景観を形成し市民の皆様から親しまれ誰もが使いやすい公園の実現を目指してまいります。そして目田川河川公園と水と緑で結ばれることによりまして水辺を散策できる歩いて楽しい街となり公園の中に街があるような都市図を目指し取り組んでいきたいと考えております。次にご質問4点目の都市計画道路大門路樹里線についてお答えを申し上げます。議員ご指摘のとおり当該道路が計画決定されましたから早40年が経過をしております。この間特に本市の南部市街地におきましては工業団地の誘致や土地区画整理事業など順調な発展を遂げている一方で本事業は目に見えた進展がない状況でございました。現在本市が平成27年度完成予定で進めております都市計画道路勝上吉見線の事業が完了してもなお本事業との接続がなされない状況におきましては有機的に機能効果が向上しないことまたすでに立東市が事業に着手されておられます中山道新中山道間の当該事業についても用地取得率が 40% と難航しておりますことからその先線となる JR を横断する区間の事業化の必要性を認識され議員各位のご支援もお受けする中昨年の森山市立東市広域行政協議会におきまして両市の合意形成により本計画の推進が共通認識をされたところでございます。事業の進め方といたしましては事業用地はそれぞれの地域において各々が買収を行うことまた工事費用は折半とし工事担当区間の割り振りについても森山市立東市との間で協議が整っているところでございます。本市のまちづくりは道をつけ町をつくるを基本にこれまで進めてきたところでございまして道路の計画的整備が特に重要であると考えております。そこで来年度におきましては本計画の一番の難所となりますへそ一丁目から JR 琵琶湖線を潜りまして新中山道までの区間につきまして概略設計に取り組み JR との協議また公安委員会との協議を積極的に進めまして引き続いて事業認可の手続きに入ってまいりたいと考えております。平成26年度には事業認可を受けて道路 JR アンダーパスの詳細設計を行い平成27年度には交差点付近の事業用地の買収に入る予定でございます。続いて平成28年度より工事に着手いたしまして平成29年度末のアンダーパス完成に向けて鋭意取り組んでまいりたいと考えております。都市計画道路大門野尻線の整備を促進しましてまた県事業の片岡立東線の整備など関連をいたします幹線道路の整備による相乗効果によりまして南部市街地のアクセス強化と周辺道路の渋滞緩和を合わせて図ってまいりたいと考えております。次に議員ご質問5点目の地域交通についてのご質問にお答えを申し上げます。議員ご案内のとおり本市の地域交通は既存バス路線の充実が基本であると位置づけまして地域公共交通会議で議論を行いまして通勤通学時間以外は小浜線と服部線を結び循環するビッグレイクラインを新たに創設いたしました。またレインボーラインいわゆる木の浜線において成人病センター市民病院に通
印しやすくなるルートの見直しについて事業者で取り組んでいただいたところでございます。こうした中、昨年12月からのルート変更後の利用状況につきましては、事業者からの去る2月20日に開催いたしました地域公共交通会議において ご発言をいただきまして、レインボーラインの利用者は徐々に増えている、またビッグレイクライン利用者についても周知が進み徐々に増えているとの報告がございましたが、今後も利用状況の把握に努めてまいりたいと考えております。次に自転車などを利用し路線バスに乗り継ぎができるよう整備をいたしました BTS 自転車駐輪場の利用状況でございます。季節利用の早野会館では最大10台、直近では7台のご利用、北公民館では最大16台、直近では10台のご利用状況を確認をしております。新設をいたしました BTS では場所にもよりますが最大7台のご利用、直近では1台から6台のご利用を確認しているところでございます。12月の供用開始ということもありまして機構的なものもあり、今後新年度や新学期に向け広報等による周知 PR を行ってまいります。次に3月の JR 西日本ダイヤ改正に合わせた終バスの延長につきましては近江鉄道株式会社の提案によりまして、これまで終バスであります森山駅発22時15分発のバスに加えまして新たな終バスを設け23時発木の浜線ラフォーレ琵琶湖行きが平成25年3月18日から平日3ヶ月間社会実験として運行されるものでございます。こうしたことによりまして大阪駅22時発京都駅22時31分発の新快速まで終バスをご利用いただけることになります。実施にあたりましては本市の地域公共交通会議の構成メンバーでもあります近畿運輸局、滋賀運輸支局、JR 西日本京都支社の協力を得る中、森山駅までの沿線各駅へのポスターケースをはじめ市広報等によります地域住民等への周知徹底に取り組み、多くの市民の方々に利用していただきバス利用の促進につながることを期待をしているところでございます。続きましてモーリーカーの利用拡大についてでございます。議員ご案内のとおり利用者のご意見等も踏まえる中、新たに目的地に当該学区の地区会館を加えますとともに病院の帰り時間の柔軟な変更を可能とすることにつきまして2月20日開催の地域公共交通会議において議論を行いまして新年度からの利用拡大を予定しているところでございます。またさらなる利用拡大策としての開業医や大型ショッピングセンターへの利用拡大につきましては地域公共交通会議において議論をいただいたところでございます。しかしながらこうした利用拡大によりましてタクシーや路線バス運行に大きな影響が生じる、こういった意見も出されましたことから今後地域公共交通会議において引き続き継続的に検討する課題とされたところでございます。持続可能な地域交通の実現のためには PDCA サイクルによります検証が必要不可欠であると考えておりますことから、去る2月15日号の市広報で募集をいたしました市民の皆様からのご意見や学区自治会長会に出向きまして地域のお声を聞かせていただくなどを通じまして、こういった出された意見を踏まえて、また地域公共交通会議での議論を通じてこのモーリーカーの改善また充実に取り組んでまいりたいと考えております。以上高田議員からの接種会を代表してのご質問への答弁とさせていただきます。